こんにちは。今回は令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた北陸地方を応援したいという思いで作成した動画です。当チャンネルで何ができるのかを考えた結果、やはり登山系チャンネルですので、北陸の山に登ってその魅力を発信することで、北陸の山に登ってみたい、北陸へ旅行してみたいという方を増やせたら北陸地方の応援につながるんじゃないかと考えました。前回の動画では福井県の嵐島岳を紹介しました。今回は石川県の宇多津山を紹介します。宇多津山は金沢市の東側にある標高141メートルの低山です。低山ですが、展望台からは金沢の街並みはもちろん、白山連峰から日本海までが一望できます。そして何といっても金沢駅から徒歩圏内で登ることができる山なので、観光のついでに地元の山も登ってみたいという方にはおすすめです。それでは本編スタートです。おはようございます。今日は石川県の金沢市にやってきています。ここはね、金沢駅ですね。ここから、金沢市街を散策して、宇多津山に行きたいと思います。あとね、いろんな観光地も歩いて回りたいと思います。それでは行ってきます。今日は2023年の4月2日ですね。春です。この金沢市も桜が満開で、有名な兼六園や金沢城も桜が満開で、でこの時期ね、無料開放をしてくれているので、そこもね行こうと思うんですけど、まだね朝の5時半で開園が7時ということなので、まだちょっと早いので、先にね東茶屋街の方に行って、宇多津山に登っていきたいと思います。その後戻ってきて兼六園と金沢城の方にも行きます。はい、まずね、和江町茶屋街に到着しました。この浅野川沿いの古い町並みですね。ここを歩いていきます。で、多分ね、あの少し小高いところが、宇多津山ですね。なんだこの路地は。はい、東茶屋街に到着です。ちょっとね、ここがメインの通りかどうかわかりませんけど、しばらく歩いてみます。あ、ここか。これより先は東茶屋街です。ここからですね、おお、あー、これだ、ああ、これだ、これだ。すごい。誰もいない。
はい、まだね東茶屋街の中なんですが、ここから抜けて、宇多津山に行きたいと思います。東山菅原神社、はい、東茶屋街を抜けて、住宅地をね登ってきました。で、もう少し住宅地を登って、この辺りがね宇多津山の頂上になると思います。少しね広めの道路に出て、ちょっとね今軽く迷子ですね。こっちに行くべきか、こっちをねまだ歩いていくべきか、ちょっと迷ってます。まあでもこっちの方が登山道っぽいというか山の道っぽいんで、もうすぐね山頂だと思いますけど、こっちに行ってみます。月見台宇多津山散策コース、まあこっちで合ってるみたいですけど、何もない。まだ上かな。あ、これか。ここっぽいですね。ここを行って、あ、ありました。三角点と看板。三角点。で、宇多津山。標高が 141.2 メートル。宇多津山。山頂に到着です。はい、山頂は、まあ、こんな感じですね。木がうっそうと生え茂っています。なので、展望はありません。ただね、展望スポットがね、あるみたいなんで、そこから金沢の街が見渡せるということなので、展望スポットの方に行ってみます。はい、今度はね違う見晴らし台に来ました。ここもすごいよ、すごい眺め。こっちが金沢駅とか日本海の方ですね。綺麗に見えます。でこちらが山の方ですけど、多分白山が見えてると思います。いやすごいな、でかいな白山。宇多津山公園見晴らし台からの眺めですね。それではね、この宇多津山公園から降りて、兼六園、金沢城の方に向かいます。金沢城見えてますね。この白い高いビルの真下ですね、お城が見えてます。で、その左横が兼六園ですね。今からあちら行きます。はい、宇多津山公園から下ってきました。で、また道路を歩いて、ここから、まずはね、兼六園を目指します。
はい、兼六園に到着です。桜が満開で、無料開放されているのでこのまま行きます。Thank you.